バリさん TV! バリさん TV! もう全然違うよ。違う。先輩、昼でしょって言われた。ごめん、ちょっとなんかこれ1個忘れてた。何ですか？誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今日誕生日なんですよ。50歳。50歳。やばい、50歳やばい、もう。もう、ほんまにやばい。物忘れやばいっすか、やっぱ。いや、大丈夫っす。大丈夫っすか。まだ大丈夫っす。やばいっすよね。まだ145とか打ち返せるんで。あ、そう、野球やってた。あれ、やってないんですけど。天理も別に野球全然関係ない。天理高校ですよね。天理高校です。そうですよね、はい、あの進行してない外部生で。ああ、そうなんですね。あの文化に浸って、うわやべえと思いながら。でも奈良の子みんな行くんですよ。あの受験校の一個なんで。え、ちなみに大河君、奈良から大阪出たんですよね。そうです、まあ、でも大学行ったんですか。大学も行きました。天理行きました。もう天理しか行けなかったんで、その時もう。でそこでクラブで働き始めたんですか。そうですね、大学ちょうど入ったぐらいの時に、あの要は、ディスコブームがこうなり始めたところに、そのナイトクラビングっていうのがガーッと上がってきた時代 で俺らよりもちょっと世代が上だから、東京でいうところのディスコって、あのジュリアナとかだった時ですか。だ、あ、それのちょっと後ぐらい。ベルファーレ。あ、ベルファーレはまだあったかな。なぜそのディスコって、まあ、ある程度金があったら遊べるっていうのと、ウェイウェイじゃないですか。でもそのナイトクラビング、バブルがなくなったからか。それと違うのか。なんだろう、やっぱりそのそういう浮かれた文化がダセーっていうのがやっぱみんなめっちゃあったと思うんですよ。別に金なんかなくても、そのアイデアと、なんていうかセンスでこうものを楽しむ。特にクラブなんで、その金かけなくても、まあ、半年間ここの店が終わって、うん、半年後まで空いてる居抜きのところにスピーカーとか持ち込んでやるみたいなのがあって、今でいうとあのルームの沖野さんとか、はいはいはい、あの人たちがその京都ジャズマッシブとかやり始めた時、その時京都ですね。であと大沢慎一さん、あのモノフォースの大沢さんとかが火曜日にその京都のポント町のガーデンでやってた時、もうあの当時は本当にみんなしゃれてたんですよ。あ、で その日一日こうなんかパンツの色間違っただけでも行きたくねえみたいな。全員かっこいいし、全員スノブやし、なんかで携帯とかもそんななかったから、 ね、そこでこう交わされる情報を得るためにそこに行くしかない。で同じその最先端ミュージックの一つとしてヒップホップやダンスホールレゲエもあって、その当時はそのなんかハードコアパンクとかからこうレゲエに行く人も多かったですし。ヒップホップに目覚めたのって一枚とかってあるんですか、はい、曲とか。曲はあれですね、それはもう中学3年ぐらいの時に、あ、でもあのテレビで、ああの MTV ジャパンっていうのやってた、はい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 、あのマイケル富岡さんとティナさんあれが夜中やってた時に、はい、あのランディ MC、 あ、マイケル富岡さんなんだ、その時って。そうですそうです、MC、ランディ MC ですか、はい、ランディ MC の It's Tricky、はい、っていう曲がかかってて、はいはい、その時にあのなんかかける PV ですよね。なんかお金かける、あのあれどんなやったっけな、なんか白人がお金かけててやったっけな、なんか、ね、はい、内容はちょっと忘れたんですけど、はい、そのラップを聞いた時に、はい、そのライミングをしてるってことはその音でわかるじゃないですか、はいはい、これって言葉の科学やなと思って、はい、でそのなんていうんですか、デジタルよりも気持ちいいそのシーケンス感っていうか、そのしつこいまでにこうライムをしていくことによってこう脳みそをスイングさせるためにラッパーラッピンっていうかそのライミング中3で思ってました。すごいっすね、はい、マジで。だからその俺の中3にまだ届かへん人が多数なんだなっていうのは思います。そうっすよね、はい、じゃあ1枚あげるとしたら何ですか、影響、90年代に影響を受けた1枚って。やっぱナス、ナスのイルマティック、はい、ファーストアルバムかなと思いますね。あのやっぱナスはラップ当然俺英語そんな分かんないですけど、はい、そのライミングという演奏方法、言語演奏方法があるがゆえに、はい、めちゃくちゃ伝わるんですよ。あ、その怒ってんのか、はい、悲しんでんのか、喜怒哀楽、まあ、全部は捉えきれてないですけど、はい、なんかこう伝わるというか。でやっぱその間の埋め方とか、その例えば日本人って、まあ、五線譜、五線詩っていうんですか、あのこう
トーン記号があって、俺全然あの譜面読めないんですけど、はい、譜面ってこう8小節ぐらいで次の段に行くじゃないですか、はいはい、でもあれって便宜上そうしてるだけで本当は全部繋がってバーって一本じゃないですか。あ、そうですよね、はい、でも日本人って大体ここにブレス入れちゃってるんですよ。あ、でもなるほどね、こここそ全部またいでいってグルーブで埋める、はい、で多分ナスとかってブレスもめっちゃ短くて深いんですよって吸っちゃってるんですよ、はい、分からんぐらいに。でも日本人ってすぐ間開けてまうし、はい、すぐなんか自分のライミングによってどうだみたいな、特に MC バトルとか、はい、いやお前生きてる間にグループ死んでるからなみたいな、ほんま何秒みたいな。まあそうなんですね、理解が薄いというか、うん、そのでも夏とかは普通にやるんですよね、それをもう、まあ、特にあの人はすごいですけど、ね、アメリカ人の中でもかなりすごいし、言ってることも多分面白いでしょうし、その言語演奏能力が相当に高い人だからそれをできてるんだと思うし、それを求めるのはちょっとどうなのかなと思うんですけど、あ、まあ、でも参考書としてある以上そこを目指してほしいなっていうのは。え、ちなみにやっぱり DJ やってたじゃないですか、大阪時代、はいはい、だからやっぱもう結構聴いたんですか、いろんな曲。そうですね、ただ僕の好んで聴くものっていうのは大体トップ40に1曲もないっていう。あ、そのレコード買ってる時もブレイクコアのレコード屋さんが買ってきたヒップホップめいたものとかも、だからそのヒップホップってヒップホップをヒップホップってするのがヒップホップじゃないっていうか、サンプリングミュージックなんで、こういろんなジャズ面からもらったそのこの何小節かをそのまま乗っけてビートを重ねるとかドラム重ねるとかじゃなくて、まあこの2小節のラッパを、まあ、例えばマイルスやったマイルスが吹いたやつを何分割にもしてひっくり返してスピード変えてフリップさせて、それで、まあ、要は服洗いと一緒ですよ、その、うん、限られた要素の組み合わせの一番おもろいやつところにするってことですね。奇跡を狙ってで、それに対してこうビートも面白いものを与えていくっていう、その、まあ、コラージュアートだと思うんですけど、日本人はみんなあの多分大人デビューのために使っちゃってるから、うん、絶対よれてるんですよ。だからそんなことてめえが主役になるなったら絶対無理なんだ。あのてめえのやってるその脳のエクストリームな方向、もしくはトライアルな方向、何でもいいですけど、誰もが目指さなかった方向を目指して自分だけの山をこう 8000m 級の山を勝手に設定してこう登ったものこそが多分面白いものになるっていう、まあ、創作の基本ですけど、そういう日本で、はい、そういうトラックメーカーっていうか音楽を作る人でやっぱすごい人って誰になるんですか。ね、これはいっぱいいるんですよ。いるんですね。います。あのラ別にラッパーもそんな みんながみんなダメなわけじゃないですよ、はい、じゃないですけど、あのビートメイクに関してはかなりみんなかっこいいですね。当然海外でも通用してる人もいっぱいいますし、うん、俺が最近好きなのはブダモンクってやつとか、誰だろうな、マービーとか、まあ、パンピーとかも当然めちゃくちゃいいですし、昔で言うと誰なんですか。DJ ハズ、ハズさん、ハズさん、名古屋にいらっしゃる、俺も同い年の人ですけど、ハズさんとか、あのトコナ X とかのビートも作ってあった人で、ハズさんはもうとんでもないですね。あと、もちろんあの DJ 本田さん、あの人に、すごいですね、すごいです。あの人に関してはその、あんまりみんなが気にしない音圧とか、その音でけえってやっぱりすごいこう美徳で、はい、そう、ただでかけりゃいいってわけじゃないじゃないですか。ちゃんと快楽を持ったそのパンチ力っていう、ああいうのに関してはやっぱり本田さんはすごいですし、いっぱいいますね。ビートメーカーとかいわゆるそのスクラッチ演奏、 あれに関してはもう日本はかなりすごいと思いますね。ダンスもすごいし、ちょっとやっぱり日本語をラッピングするっていうのは全員にとって難しいんだと思います。そのいや例えば、はい、まあ、ここ使わなくてもいいんですけど、はい、日本の、はい、例えば5人ラッパーをトップ5誰っていうのってあります？その技術的に、まあ、技術もなんか内面から出るライブ感でもいいですし、まあでもそれ別物なんですかね。本当は僕日本語のだけが持つそのグルーヴみたいなものをまず全員で編み出さないと、あの広くその言えないんじゃないか、これがラップだ、それをやろうとしてた中では、まあイラッとしますけど、やっぱりジブさんとか昔やっぱ上手やったと思うし、センスあると思うし、山田マン、山田マンはもうすごいと思います。山田マンとあとリブロ、最近また作品出しましたけど、リブロー、そうね。あ、じゃあ昔でいうとこの、はい、あとハンガー君、ガグルのハンガー君、あー仙台、仙台、はい、あの人は相当うまいですね。で、あと慎吾にしなりやっぱり面白いですね。あの言ってることストーリーテラーとして
あいつはすごいですね。やっぱその思考のグルーブと右脳とさの両方こうラップでグルーブさせてくれるんで、僕紹介して大阪行った時にまだ西成くんが大阪住んでる時で、はい、一緒に大阪ライブしに行って僕ら MC で、はい、で紹介してもらったことあるんですよ一回。あの次の俺らの作品も慎吾のやつも。ああなるほど。あと誰だろうな、まあいっぱいいますね。だからまあいるっちゃいるんですよ。ただ俺がそのイラついてんのは、あの鳴ってないのに鳴ってる風に振る舞ってるやつが嫌いっす。なんか嫌いっていうか、なんかそれをありにしちゃうとそのリスナーがこう惑うじゃないですか、うん、それをありにされちゃうと聴いてる方の耳がやっぱりあの育たないんで、じゃあやっぱりこうフロアがしょぼくなるし、みんなこれになるじゃないですか。そんなんじゃなくて、目つぶっててもこいつの言ってるリリックでこう脳を振るっていうのが、頭振るっていうのがやっぱそういう美徳やと思うんで、なんかああいうのはもうちょっとこうリアリズムに満たされててほしいなっていうのは思いますね。うるせえですね俺。いや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 、死にますわ、ね、もう死にますわ。やっぱ50相変わらず20年間ずっと変わんないですもんね。そうですね、尖ってますよ相変わらず。やっぱヒップホップはそういうレベルな、うん、まあ、俺にとってのレベルはそういうところかもわからないです。別に何不自由なく育ってきたし、別に不良でもないし、でもなんかこれはこれとしてこう押し付けたいなっていうレベルっていうか、違うだろうって思うところやっぱあるんで、別に政治にもそこまで文句ないです。でもダサいのは嫌いですね。ビートボクサーちょっと話変わりますけど、ビートボクサーってすごいですよね。なんか世界に結構行ける武器ですよ ね。だからなんか俺思うんですけど、すっげえ話変わるんですけど、大河君見ててやっぱフォーサーティーの面々とかと仲良かったりするじゃないですか、はい、で彼らも X スポーツって結構近いじゃないですか世界に。そうですね、はい、でそれになんか似てる気がして、うん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 、なんかその戦う、はい、だそれがやっぱビートボックス、なかなかねその音楽で世界行くって難しいじゃないですか、うん、ビートボックスはまあ行きやすいでしょうね。でそういう人たちもいますもんね、はい、今やったらショーゴっていう人とか、ソーソー君とかかなり上手いじゃないですかね。やっぱ出てきてます。出てきてます。たまに世界のビートボックスバトルとか見てて、まあヒップホップから多少それましたけど、やっぱあのグライムとかああいう細かい音数を多くやる子らになってくると、もうすごい音出してんなみたいな。じゃそういうのってすごいですよね日本の人たちって。すごいですね、カスタム能力にはすげえ長けてるなっていう。でも実際やっぱりもうちょっと音聞いててほしいなっていう、あのいろんな作品を聞いた上でそれやってくれたらもうちょっとこう、あなるほど、しゃばくなくなる、うん、うまいとまたかっこいいとまたちょっとずれるじゃないですか。だからそのなんていうんですかね、こう大人デビューは早めに済ましとけっていう、小学校の時にこうなかなかね、まあ、難しいですけどね。40代で生きがり出すやつとかも見てられないじゃないですか。もうしぼんでますからね47、50だとね。そうなんですよ。いやむしろ、ね、まだまだ聞きたいですけどね、はい、ちょっと、ま、リリースしたら出てください。ちょうど今日、はい、このユッティがねお休みになってるんで、はい、会いたいですね、はい、ユッティさんも。ユッティとも会って、はい、ノリも呼んでくださいよ。ノリな普通に飲むノリ。いやいやでもマジでリリースしたら来てくださいよ。はい、ぜひあのリリース情報送ります。はい、はい、それで来てもらってちょっとがっつり、はい、もうちょっと深い話。またこの番組で俺また嫌われるんやね。嫌われないっす。いやもう大河の司会キモいとか散々言われるんですよ俺。ヒップビートボックス司会なんかやりたないから、そもそもやるやつおらんからやっとんだよ。いやでもいいですよやっぱ見てると俺も。よろしくお願いします。また来てください、はい、本日のゲストはビートボクサーの大河くんでした。皆さん番組登録いいねの方よろしくお願いします。また会いましょう。バイバーイ。